村上直樹のマーケットニュース。皆さんこんにちは、フリーアナウンサー大橋ひろこです。村上直樹さん、お盆です。8月15日どうぞよろしくお願いいたします。まずはちょっとアメリカのマーケットから、インフレがピークアウトしたとの見方が株式市場で好感されているという印象です。まずは7月の CPI 消費者物価指数ですが、前年同期比 8.5% に低下、前回は 9.1 だったのでそれが 8.5 になりました。前月比では 0% です。はい。でコアベースで見ますと、前年比が 5.9 で前月比で 0.3% とこちらも予想を下回る結果でした。そして企業物価指数ですね、はい、企業の卸売物価先週、金曜に出てきたんですが、これも予想を下回る前年同月比 9.8%、 6月は 11.3% でした。そして前の月と比べるとマイナスの 0.5 ということで、やはりインフレの圧力は、はい、相当弱まっているだろう。そうですね。はい。というような、はい、あとミシガン大学の北インフレ率も、予想を下回るということで、このあたり、ようやくインフレのピークアウト感出てきたという感じで見ていいんでしょうか。そうですね。ここは結構議論分かれると思うんですよ。はい。で、一番重要なのが多分7月のコアベースの CPI ですね。コア。で、これが、前年比で、ほぼ横ばい。前年比で、前月から変わらず。で、あと前月比の伸びが、前月か前の日、月からの伸びが 0.3 なんで。はい。で、0.3 っていうのはやっぱり僕も、僕は 0.5 ぐらいで見ていたんで、ちょっと予想外に下がったなっていうことで、なんですね。はい、で、ただ、これはやっぱり当たり前ですが、単月だとやっぱりちょっと微妙っていう話があって、はい、前回もその3月に、3月分が確か 0.3 ぐらい落ちたんですね。あ、はい。で、これでピークアウトかなと思ったけど、またこう、上がったっていう経緯があったんで、ちょっと、はい、本当にピークトレンド的にピークアウトしたかっていうのはちょっと来月見なきゃ何とも言えないんですけども、はい、ただ、あえて言うと、やっぱりその最悪期は過ぎた可能性は結構あるかなっていうふうに個人的には今見てますね。商品市況が結構ね、はい、下がってきてますよね。商品市況が下がってるっていうのはこれはどちらかというと外部的な面でアメリカの国内との関係は少しないじゃないですか。だけど、もう原油価格とか、穀物とかも含めて、もうすべて、ほぼ2月の、要はロシア危機、ロシア、ウクライナ危機のその前の水準までほぼ戻ってるんで、で、はい、アメリカでも当然、そのヘッドラインで言うと、さっき小林さん言ったように、CPI で、横ばい。あと PPI っていうその生産者物価だと前月比でマイナス。結構大きなマイナス 0.5 だったんで、はい、で、ここの部分はもう、要は商品市況、要はガソリンが、今先週の段階で今、1ガロン確か3ドル台、4ドル切ってるっていう状況なんで、5ドル超えてたから、どっちからするともう2割ぐらい下がっていて。販売価格ですね。はい、もう販売価格。結構大騒ぎになっていたのが、これはアメリカの政策対応はあまり関係ないと思う。バイデンさんのその対応が関係あったかって言われると僕はないと思ってるんですけども、はい、自然に、その今日は、ね、WTI とかで、その国際的にその取引されている価格が、さっき言ったように2月の水準までこう戻ってしまったんで、はい、それは影響して、要はその需要と供給のバランスが、戻れば、インフレ止まらない、うんぬんとか、一時言われていたけども、ちょっと正直僕も、この夏場の段階で2月の水準まで戻ると思ってなかったんで、早いですね。あまりにもそのロシアとウクライナの問題っていうのが、はい、世界経済的には、あまり影響なかったんだっていうのがまず1点ですよね。はい、で、それに、多分それ僕も気づくぐらいだし、マーケット関係者もそうなんだっていう認識がこの1、2ヶ月広がり、で、インフレが、アメリカでもとうとう、終わりつつあるみたいな、話になってきてるということだと思うんですけども、はい、僕はその可能性否定はしないんですよ。というのは、アメリカの経済も、マイナス成長ではないけれども、でも減速はしてると思うんですね。どの程度減速してるかいろんな議論があるんですけれども、はい、結局、去年が一番やりすぎでもう、イケイケで、もう経済活動むちゃくちゃ良かったところで賃金も上がってインフレも上がっていたのが、それがアメリカの場合、その経済も少しスローダウンすると、インフレ、賃金も含めたインフレも、
まだすごい高いんですけれども、はい。高いんですけども、もうそれ以上加速するっていう状況に至ってないっていうのが、今の、この、6月分までとか7月分までのインフレとか賃金の指標を見ての、今の僕の判断なので、そのまだ、ね、FRB の人たちが言うように、まだ全然こう、2%にはまだ程遠いんで、これでね、すぐ利上げ打ちのめかとかっていうのは全然早い話だはいと思うんはい。ですけども、ただ、僕はその経済全体の動きと、経済が緩やかに減速してインフレのその高騰も少し収まりつつあるという意味では、一番こう、やっぱり悪かった時っていうのは、今年のこの年前半だったっていう可能性は結構高いんじゃないかなっていうふうには思ってます。はい。だからそこでは、株式市場はね、ああいう、ああいうというのは、要は、先週のこの CPI が出た水曜日に、1.5%以上上がり、で、金曜日にもまた、これは全然材料ないんですけども、おそらくそのインフレの、おそらくその、ショートカバーが大量に入ったとは思うんですけども、株が上がったっていうのは、一応は、理解はできるとは思うんですね。ね。はい。はい。だから、なんていうんですか、今の株式市場の反応については、短期的な反応としては、いいだろうとは思ってはいます。はい。はい。ただ、フェドの判断までがね、これで大きく変わるかって言われると、そこまで、言えないんじゃないかなっていう感じですかね。うん。今、この利上げのそのパスっていうのは、7月の FOMC まで75ベースポイントで上げて、次その利上げペースをその9月からかけて、そのペースダウンしていって、結はい。局、政策金利どこまで上げるかっていうところ、そこの期待っていうのは実はあんまり変わってないんですよね。3.5ぐらいですかね、年内は。3.5ぐはい。らい。で、実は CPI でもそこもあんまり変わってなくて、最近週どちらかというと、先週も金利あんまり、ちょっと動きましたけども、ほぼ横ばいだし、うん、だから、最近市場が一旦最初に降り込んだのを、株式市場が改めてちょっとこう、見始めた。で、少しこう、大きめに反応したのかな、というふうに先週思ってるんで、ちょっとこう、なんていうんでしょう。僕自身、そのインフレに対しては、結局 FRB が対応して、後手に回ってるかもしれないけど、対応すればいずれ落ち着くだろうっていうふうに思っていて、でもそれがその戦いがね、もうちょっとまだ続くだろうと思ってて、これで終わりだと思わないんですけども、ただ、経済が減速すれば、それはインフレも落ち着きます。で、それがやっぱり少しずつ起きてきていて、で、イメージ的には、この年後半、これからね、まだ多分上下はすると思うんで、またもしかしたら、インフレが、この0.3が続くと思わないです。コアベースの0.3っていうのが。もう一回0.43とか4とか5になったりとかすると思うんですね、コアベースでは。だけど、一番高かった時からは少し落ち着く。だけど、FRB が完全に OK と思うのは全然今年は無理だと思うので、利上げペースもあんまり変わらないっていう、そういった感じなんですね。だから短期的な株式市場のこう動きは少しちょっとこう極端かなという。いい意味でその、ラリーするのはいいんですけども、ちょっとやりすぎじゃないかなっていう個人的には今思ってますね。はい。はい。金利なんですが、長期債利回りは2.8から2.9ぐらいまで戻っはい。たということなんですが、年内、フェデラルファンドレートが3.5まで上がるとするならば、まだ長期金利は上昇余地があるということでいいんでしょうか僕ね。はね、あると思ってるんですよ。で、今はい。結構イード、まあその、2年金利とか実はあまり下がってなくて、要はイールドカーブがフラットニングしていて、いわゆる逆はい。イールドが強まってる形なんで短期すね、のが債券市場高的いんにですは。ね。はい。短期のは高くて、長期損が買われていて、で、これも別にあまり材料があったというよりも、実はその棒、要はインフレ、要は原油がすごく下がったことで少し反応してる可能性もあり、で、問題はやっぱり FRB がここでね、この2.8ぐらいの長期金利の水準って、で、いいと思うかどうかだと思うんですよね。で、これ、だって FF 金利を、やっぱりもう、今2.5ぐらいですけども、少なくとも100ベース上げなきゃいけないと思ってるわけですよ。あと1パで、ー、はい。インフレ率も少し落ち着いたと言っても、前年比でね、これ指標によりますけど、4以上は言ってるので、で、そういった中で、長期金利がこれって、この水準って相当低く見えるし、で、もちろん債券市場はその景気の思いっきり悪くなるって織り込んでると思うんだけども、でもそれも少しちょっと行き過ぎのような気がするから、
まあ、多分、インフレに対しては、まあ、見方としては、なんて言うんでしょう。最悪やすぎたっていう程度は言っていいと思うんだけども、でもやっぱりインフレを制御していくために、FRB がまだまあ、厳しい姿勢を示していくっていう余地は、まあ、その姿勢は全く変わらないと思うんですね、ほとんはい、ど。はで、い。今一応その、ドットチャートで6月でこう示されたぐらいで、あと100、少なくとも100ベースポイントぐらいですね。だから50を1回と25を2回ぐらいっていうのは、まあ、言われて、まあ、織り込んでいると思うんですけどはい。も、実際それはやっぱ上げていけば、やっぱりそれで長期金利がこの水準ってやっぱちょっと低いよねっていう話に僕はなるんじゃないかなっていう思ってるんですよ。で、あとは、まあ、やっぱり FRB がね、もうちょっとこう、厳しめなことを少しでも言うと、まあ、ちょっと株のラリーがね、早すぎる。まあ、むしろその株が、ちょっと高すぎ、株がこれ以上上がっちゃうと、景気が全く減速しないじゃんっていう話インにフなっレてくるとも思うんで、ね、で、はそい。こで、まあ、なんか、FRB と株式市場、まあ、金融市場との、なんか、せめぎ合いとか、緊張関係が少しこう、また、高まるみたいな局面が、多分、また、これからね、繰り返される、何回か来るんじゃないかなと僕は思ってるんで、まあ、今回のその上げはその一環で、まあ、インフレは OK で、それは、まあ、ウェルカム、インフレがね、まあ、最悪は過ぎたようだね、どうやら、ぐらいな感じだと思うんで、まあ、まだまだインフレとの戦いをこう終わらせるためのプロセスを、まあ、経ていく中で、結局その金利に振らされながら株もまだ、上下していくような感じで、まあ、ちょっとこう、最、あの、先週の反応はちょっとこう、強すぎるかなという感じで見てます。はい。はい、長期債利回りが、まあ、3%超えていくような上昇を見うん。せるんであれば、ドル円相場はい。も、まあ、この間130円台ぐらいまで下がったんですけど、再びまうん。た139円、140円方向を目指すというのが自然うな姿なんでしょうかん。うん。ね。まあ、そうですね。まあ一応僕の想定が正しければ、まあでも今、もう2.8じゃないですから。で、そこから3に行く中で、まあ一方であれね、もちろんその方向としては当然円安だと、ドル高だと思うんですけども、まあただね、例の要は139円突っ込んで140円に行きかけたっていうのはやっぱり、まあ先週とかお話してるように、まあちょっとやっぱりこう日銀に関するトレードで、やっぱりちょっとこう盛り上がりすぎたっていやうりす感ぎてがある。ると思うんで、まあだから、まあここからね、今133円ですか。だから、まあ130、例えば5円超えるとかっていう円安はまああり得ると思うんですけども、まあただ、個人的には140円超えとかって話になるともうもっとこう、もう一回日銀の話が持って出てくるとかって話にならないと、まあアメリカ長期には3%超えるぐらいだったら、どうでしょうね、140円まで行く可能性は僕は逆に低いんじゃないかなっていう気がするんですね。まあおそらくその140円超え、あ、要は、またアメリカ金が上がって、そうすると株式をまたこう下げると、まあ要は6月みたいなこと、6月に起きたような、また変動が起こり得ると思うんで、まあそうなってくるとあんまりこう、まあ、奴隷もね、一方的に上昇するって話に、まあ、ならないんじゃないかなっていう気がするんで。うん。まあ、だけど、まあ、僕は今ちょっと、結局先週の反応を見ても、アメリカの金利があんまり下がってないですよね。そううん。ですね、はい。結構な数字が出ても。うん。だはい。から、やっぱりもう結構、これは今の水準は低すぎるんじゃないかな。でも、これ以上下げるってなると、本当に FRB が利上げ経路を変える。とか、要はいや、もう利上げもしていくけど、今見てるドットチャートの水準を下げるとかっていう話になってくると、もちろん金利低下はあり得ると思うんですけども、実際にはアメリカの景気も緩やかに減速し、かつインフレも、最悪は過ぎたけども、ずっとこう、なかなか、いや、2%まで距離があるっていう中で時間がかかっている。で、そのかかっている中で、FRB もまだまだこうやんなきゃいけないってなると、少しずつまたじりじり上がっていくっていうのを織り込まれていくと、まあ今の水準はちょっと、低すぎるように見えるという、あ、直近の水準はね、低すぎるように見えるって、そういう感じですかね。それから日本経済なんですが、GDP 出ました、ようやく4、6月期なんですが、前の期と比べるとプラス0.5%、年率換算ではプラス2.2%ということで、まあ、4、6月期は、まあ、今回の第7波の前ですから、そうですね。ね。要は、まあ、3月に確かマンボウが解除されて、まあ、ゴール一デンウィークも番、含めて、要は、みんな人流が、人流が戻ったっ戻てっいうた時なの時期で、ですね。うん。
だから消費中心に戻りましたっていうことだと思うんですよ。で、まあ、祝話で、やっぱり残念ながら4月少しだけ、まあ、人出も少しこう抑制されているんで、まあ、だけど、3月ほどじゃないと思うんで、まあ、だからゼロ成長までいかずに、まあ、小幅なプラス成長は維持しそうかなっていう気はするんで、まあ、日本経済も少しずつ、ようやく戻ってきてるっていう評価でいいとは思うんですよ。はい。まあ、だけど、やっぱり戻り方がね、全然違う、遅いから、まあ、これまあ、どこまで戻ったかっていう話で、多分今回の GDP でも、消費増税した2019年の、こう、そのね、7月のピーク、までは、まあ、多分まだ2%ぐらい、まだ戻ってないと思うので、やっぱりね、全然そのトレンドラインから、アメリカとかはね、全然こう戻ってるから、まあ、インフレになってしまって問題になってるって話もありますけど、やっぱり日本はちょっとまあ状況が、やっぱコロナへの対応で、まあ時間がかかってしまった分、なかなかその GDP の戻りが鈍いっていう状況はまあ変わってない。だけども、まあ、そのコロナ、今の、なんとか今医療体制がこう、非常に厳しいと思うんだけども、まあ、ようやくそのウィズコロナで、よくす、なんだ、えー、け、活動をそのよ、制限しないような状況で、一応両立できてるんで、まあ、それは、まあ、去年よりは少なくてもいいっていう、その程度ですね。うん。ということでじゃないですかね。まとめると。はい。厳しめの人流抑制はやらないというのが、まあ、今政権の、まあ、やり方ということなんですが、その岸田政権の内閣改造に伴って、まあ、ここから岸田政権は、経済政策っていうのはどのように考えているのかということなんですが、財務大臣は鈴木さんがまた引き続きやると、どうでしょうか？どのようにご覧になりましたか？まあ、ね、顔ぶれをご覧になりまあでも、小林さんおっしゃったように、財務大臣も変わってないし、まあま結局、まあ、岸田首相から言わすると、まあ、国家が変わってないっていうことで、まあその通りなんで、何も変わらないっていうことですよね。ですから、まあ、やや厳しめに言うと、まあ、これまでとやってる、まあ、なんて言うんでしょう。まあ、財政政策って意味で言うと、お金をどれだけ出すか、大胆に出すかっていうことだと思うんですけども、まあ、その点についてはいろいろね、その物価高対策っても一応やると言ってるし、それは最低限はやってると思うんですよ。そのガソ今リン日ね、価ま格たの出抑てき制ましはたね。ね。で、今日、小麦の価格、これ政府が、半年に一回で買い取ってやってるんで、まあ、それは当然、やっていくんでしょうっていう。だからまあそういう世論が反応しそうなところの、まあ最低限、とりあえおず金据え置はくと、出しますと。小麦は。あとそのガソリン高対応も、まあ新聞報道だとその西村経産大臣が、まあ必要なら10月以降やるって言ってるんで、まあそれはそうなんでしょうねっていうことだと思うんですよ。でもそれって結局その予備費で全然済む話なんで、まあ、ちょっと計算しないからわかんないですけど、まあガソリンの抑制は結構ね、これ1兆円とか2兆円規模でもすでに予算出てるんで、またさらにこう積み上げられるっていうことだと思うんですけども、まあでも、ね、原油がこれだけ下がってるからもう、なんて言うんでしょう。もうそんなにいらなくなるって話だし、まあだから物価高対策ということで、そのね、ほ、あの、では物価高といっても、一部のエネルギーと食料品だけだから、そこに対応していきますと、ピンポイントで。で、それ自身は正しいとは思うんですよね。だけど、まあその規模的に言うと、大胆にやってるかと言われると、まあ、予備費というのを調整指導で、まあ、用意して、それを、官僚の方が多分案を出したのを、まあ、これから必要ですよという案を出したのを、まあ、粛々と、ちびちびとやっていくということだと思うんで、まあ、それだとね、結局、弱いところに補填をするってだけなんで、まあ、当然、その経済成長を、ね、後押しするとか、まあ、そういった対応が、まあ、残念ながら岸田政権では行われてないっていうことなんで、まあ、それが、内閣が変わっても、それが続くでしょうという、まあそういったことですよね。まあ、物価抑制には動くと、まあ、内閣の支持率も少し急低下したということもあって、このちょっと物価高への不満というのが国民の間で広がっていることをかなり意識し始めているというようなことはあるんですが、まあ、経済成長にまあアクセルを踏む方向では決してないということで、まあ、GDP も少しこうやや四畜は厳しめになるだろうということかと思うんですが、まあ、過去の例えばオイルショック時に見られた
た物価高の時に、その時の、政権がどのように対応したかというと、需要を抑制する方向に、いろいろと動いたということが、ちょっと日経新聞にまとめらそうれていですね。たんですね。で、今と比較してみると、それと、インフレの構造はやっぱりちょっと多少違いますね。インフレ率の状況はね、おっしゃる通り、全然これ違いますよね。だから、多分その日経の記事を見てもそうですし、いろんなね、その最近のこの、要は円安をめぐる議論、あるいは、原油がこれだけ上がって大変で、危機的な状況になってる云々の議論って、で、結局オイルショック並みなことが起きる云々の話っていうのは、それはもちろん似てる部分はあるじゃないですか。だからどうしてもそのね、当時の状況っていうのが、一応参考になるっていうことだと思うんですけども、ただ、例えばいわゆる、オイルショックが起きた70年代っていうのは、これは日本だけじゃなくて他の国もすごい高いインフレで苦しんだんですが、日本も、インフレ率で15%とか、20%ぐらいまですこうごい。上がってるわけですよね。だから、今の欧米よりもひどい状況になったということなんですけれども、だから、で、それってね、なんでかっていうと、実はその原油高だけじゃなくて、当時は、政治的に言うと、金融財政政策がむちゃくちゃ緩和的にやってたんですね。その前。それは田中角栄政権の時だったと思うんですけども、で、要は、実は原油高だけだと、原油危機的に経済ショック危機って起きないんですよね。要は金融政策とか財政政策を緩和的にしすぎないと、そんな大変なインフレってそもそも起きないんで、それはまさに今の日本だと思うんですね。要は、今回も原油がね、一時、3割とかガーッと上がって大変だ。で、もちろん、それは多少、当然そのガソリン価格とかには波及します。あとその食料費も当然上がってますっていうことだと思うんですけども、問題はやっぱそれが全体にこう繋がるかどうかだけの話なので、で、ご案内の通り、今の日本の CPI っていうのは、全体でいくらそのガソリンとかを入れてみても、3%いくかいかないかぐらい。で、コアで見ても、その食料品とか含んでも3%いかなくて、で、コアインフレで見ても、ようやく2.5いったぐらいですよね。だから全然、その比較対象として、原油が上がって円安で大変だとかって言っても、他でね、僕はアメリカとか中心に見てるんで、アメリカと比べると全然起きてることは全然インフレでもなんでもないと思そうっですていね、し、で、だから対応として、そのさっき言った、その、そもそもその危機を煽る、インフレだったら危機を煽るのもおかしいし、で、やる政策として、岸田政権に対しては、僕はもうちょっと頑張ってやってほしいと思ってるし、すごい不安なんだけども、対応として、原油が上がったりとか、食料品の価格が上がったりしたところにピンポイントでお金を入れて、価格を抑制して、で、家計部門に対して、負担がいかないようにするっていう対応は、それはいいと思うんです。で、今回はそれで全然良くて。で、それで良くて、で、それとその70年代とか、そのすごい高いインフレで、ね、危機的な状況になってきた状況と、全然インフレ率が違うんだから、当時と比べてどうこうって議論も、ちょっと多分、大体が的は外れだし。で、今は、やるべきことをやり、かつ、2%インフレのもうちょっと安定的な実現に向けて、成長率をむしろ押し上げるような政策を全体でやった方がいいんだけども、なかなかそこまでには至ってなくて、表面的な、物価高で国民が不満に思ってるっていうところにだけ、岸田政権の対応として、それは必要なんだけども、それしかやってないってことが問題だ。問題ですだから不ね。安でしょうがないっていう、そういうことですよね。国民もそういうメディアの論調で、日銀が緩和的だから、円安が進んでインフレなんだというふうに勘違いしてしまっているというところもある。で、需給ギャップっていうことを考えますと、過去のそのオイルショックの時は需要も相当旺盛だったから、そこを抑えなきゃいけない。で、今は需給ギャップという意味では全然また構造的に違うということでしょうかね。構造かどうかはともかくとして、状況として多分、需給ギャップとしてはいろいろあるんですけども、おそらく需要はまだ供給に達してないんで足すね、して経済ない。全体で見ると。達してないから、そこを刺結激し局ないまと。だ、そこは需要をもうちょっと押し上げても、全然、それでこそ、全体のインフレ率があり、結局賃金まで上がると所得が上がるんで、なんとか、原油高とかのネガティブな、ね、負の部分も、
対応できるようになるっていう。だ今起きてるのは、物価が全体があまり曲がらずに原油だけ上がってるから、原油そとうかで食す料ね、品だけ上がっはい。てるから、むしろネガティブに効いちゃうっていうだけの話なんで、で、それから所得分配を歪めて、まあ、低所得の人に負担がかかってるって政治的な問題が起きてるっていうことなので、だ本来そこに注力するんじゃなくて、もうちょっとその経済成長を高めて、はい、インフ全レ体全を体をこうこう上げね、て、はい。上げるような、そういう発想で言うと本来であればアベノミクスの継続が必要だし、っていうことなんですけども、まあちょっと今日も時間もないんであれですけども、やっぱりそう、ね、内閣の夫改人造、からすはるい。と変わらずだし、まああえて一言余計かもしれないけど言うと、結局その、まあ、安倍政権に、まあ、安倍さんが推していた人が、重要な方が重視されてる夫人なのかなって言われると、まあ、残念ながらそうは見えないっていうのがもう正直なところなので、まあそういう意味で言うと、まあやっぱりちょっと、ファーストインプレッションは何とも言えないですけども、やはりちょっと僕はちょっと恐れ入れていた状況になりつつあるんじゃないかなっていうのが結論かなって気がしますね。やや不は安であるということですね。はい。ありがとうございます。今週は村上さんに伺いました。どうもありがとうございました。まありがたとうござい次ま回、す。はい、お会いしましはょう。い、よろしくお願いします。日本には近代政党が必要だ。近代政党というからには、ちゃんとしたシンクタンクがなければならない。全くこれまでと違った局面に今直面しているではないのか。その税金がどういうふうに使われてんだということに関して、本当に意味のある使い方してるんですかって。チャイナが欲しがるような資源を持っている中で、まだまだ全然使い切れてない分野が多いよ。目的は一つで、日本が地球上で文明国として生き残るため。